共通テスト英語リーディング、X 反応主義。共通の英語リーディング分量エグすぎるやろ、英検準1級の方が簡単だった。共通英語リーディング、無理すぎたハゲタ終わった。共通テストの英語リーディング、途中トラウマレベルの写真あって笑った、みんな口は笑ってるのに目は死んでるのよ。やっぱり、リーディング全然わからんかったお。なんかだろうな。全くわからん。自分の頭が原因かもだけど。リーディング相変わらず 6D 時間足りんくてキーワード読みで突撃した。3と6残して30分ぐらいあったのにどうして。今日で英語リーディング、マキとカサミが登場したぞ、ここはラブライブフェス会場か。リーディング大門後マジで死ね死ね、長すぎるんじゃボケ殺すぞ、マジで終わったわ。リーディング終わりくらいです、頭痛かったしマジで終わり死ねよ。共通テスト英語リーディング、文章量バカだろ。リーディングエグくてくさ。リーディングちょいなんかな気がする。フリーディングからの解放リーディング鬼なんか平均50点切るんじゃないか。英語なんかとかいうレベルじゃなくてビビる文字数の暴力で押しつぶしてきてきつい2024英語 R は歴史に残るよ。英語なんかにぶち切れ、勝つトイレが大行列で行くことができないためリスニングの時間にみんなの冊子にトイレぶちまけて捕まり、証言で英語リーディングのなんかが許せなかった。思考力を問うといった責任を今一度考えてほしい。とこれ以上文部科学省の犠牲を増やさないように画策する男。共通テスト英語なんか文章量肩下感じするけど、私だけじゃなくて、みんな嘆いてるの見て、少し安心してしまった。ご視聴ありがとうございました。